ということで私たちは今松原ほのかちゃんの名前の由来となった松原通りに来てます。はい、ということでここではですね、うん、その松原っていう看板と一緒に写真を撮るという企画があるんですけども、うんうん、私はここで一つクイズを出題したいと思います。何、はい、これから私がその今から行くところに松原っていう看板があるんだけど、はいはい、その看板と一緒にほのかっぽいポーズで写真を撮ります。そこになんか薄いモザイクをかけてくださいますので、モザイクがねかかんなって、うん、だから皆さんに私がどんなほのかのポーズをしてるかを当ててもらいたいと思います、うん、よろしくお願いします。晴れてまいりました。さあ景気も良くなってまいりましたので、ね、参りましょう。モザイクかけられるのは初めてなのでは、ね、そうだね、なんかちょっと複雑な気分だね、悪いことしたみたいな気分になりますけど、この、ね、通りがもう松原通り、そう、この松原通り、そうそう、なんだって、長いらしいよ、だから あったー、よい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 、松原通り、じゃあここで写真をね、ちょっとほのかっぽいので撮りたいと思います、うん、はい、どの辺が、この辺とかがいいのかな、どこ画角的にどう、ね、あ、でもこの、ここ綺麗だもんね、確かに、ね、どう、こんな感じはどう、構図的に、そう、構図、あ、いいんじゃない、縦いいんじゃない、いや、縦、うん、じゃあこれで撮ってもらおう、撮りましょう、よし、じゃあいいですか、はい、じゃあ私ポーズ今からします、はい、やばい、これ私自宅ができない、今写真撮ってもらってます、なんだなんだ、これ今モザイクかかってるんですかね、かかってるはず、はい、かかってます、うん、じゃあ1段階目のモザイクをちょっと薄くしたいと思います、はい、ドン、これわかるんじゃないの、わかるかなじゃあ2段階目モザイク薄くしたいと思います、はい、ドン、よいしょさあどうですか、皆さんわかりましたか、体感が安定してきました、おいしました、はい、素晴らしい、ありがとうございます、はい、ということで皆さん答え分かったでしょうか、うん、はい、じゃあここでね答え合わせしたいと思います、うん、こちら写真なんですけども、うん、私がやっていたポーズ、これはほのかが玉乗りしてるポーズでした、ちょっとエアー玉乗りで、そうね、乗るものがなくて玉がなくて、すいません、近くにもう後からペイントで丸を雑だな雑にそうなんです、ということで分かった方は素晴らしい、うん、はい、ということでほのかのポーズでした、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます日本に来て3年長いようであっという間だったね、いろんなことを思い出しました、アリスと出会った日、高校生活の3年間、そうしたら涙より笑顔の方が出てきちゃいました、あのね、シナ、実はここが京都で有名な奈良公園ですか、金閣寺と金髪ってご利益ありそう、私はアリスという名の世界遺産に釘付けですよ、神社とお寺って何が違うんだっけ、この大仏様は夜になると奈良の空を飛びパトロールするで、私たちが友達になるのは運命だったんだね、私とアリスは小さい頃からずっと一緒、きっと来世も一緒なのです、なんとなくだけどこれからも仲良くしていくんだろうなって、この道を通るたび思い出すのね、この輝かしい日々を、日本とイギリスって思っているほど遠くないんだよ、私たち考えてることは一緒だったんですね、劇場